田原もそれ以上あると思ってますけどね、パシフィックの方はまだ逆転こう順位変わると思います。もうクライマックスに行けないっていう感じのチームは完全に来年どういう選手を育てるかっていう考え始めますから。江川卓の高され、ペナントの前半戦を振り返ってもらおうかと。はい、はい、でセリーグは前半は広島巨人が先行して阪神が、はい、大きく出遅れる展開で、まあ、今90試合ぐらい消化して現状はヤクルトがもう独走状態、3分の2か。なぜこういう展開になってか、なったかっていうのをちょっと江川さんなりに解説していただければなと。まあ3ヶ月前にはこの姿は想像してなかったですね。一番の原因はヤクルトが乗った原因は僕はもう1試合目だと思いますね。7点差かなんか負けてて7回まで 7-0 で負けてたのかな。それをひっくり返して8対7かなんかで勝ったんじゃなかったでしたかね、開幕戦。それ勝ったのがヤクルトで負けたのが阪神だったっていう。そこから阪神が全く乗らなくなってずっと最下位だったんですけど、この上がってきたのもすごいですね。一瞬2位に行ったんですかね。それだけの力がやっぱり持ってるっていうことなので、去年確か2位ですもんね。はい、だから力はもちろん持ってて、ピッチャー陣もいいピッチャー多いし、防御率もひょっとすると一番いいんですよね、阪神が。一番ですよね、確かね。2点台ですね。ピッチャーの防御率2点台ってすごいんですよ。そのぐらい投手陣がいいので、ただ点数が取れないっていう状況で、まあ、大山選手がすごくいいところになったんでグーッと上がってきたんだけど、また出れなくなったっていうことですね。そこでちょっと打撃が点数が入らなくなって少しまた下がってるっていうのが今のタイガースですよね。それをうまくこう調子が出ない時に勝っていったのがヤクルトだっていうことじゃないでしょうかね。でジャイアンツはもう優勝してもおかしくないんですけど、坂本選手の怪我が起きてなかったら僕今1位を争っていると思いますね、はい、中日は前も言いましたけどやっぱり打力が少し、一人外国人が来ましたけどもそこそこ打ってくれてますけど、やっぱり打撃の層が少し弱いので、ピッチャー陣がその点数が取れないということでちょっとなかなか勝てないっていうことが起きてるなって落ちてきた、はい、DeNA は思ってる通りです。もともと力があると思ってたので、なんで上がってこないんだろうと思ってる気持ちが強かったんですけど、そこがこう順調に勝ち上がってきてるなっていう感じですね。諦めないことでなんか勝つっていうことに喜ぶ今感じてるような感じがしますね。2位にいるしね、ひょっとしたらってみんな思い始めてるんじゃないでしょうか。ただ最近ちょっと牧選手がどうなるかっていうところはあるかなと思うんですけど、うん、一時すごく悪かったんですよ。でちょうど解説やった時に菅野投手が投げてまして、ずっとヒットが出なかったんですけど、でそのシーンで喋ってたのを覚えてるんですけど、あここストレートかスライダーだったらもう多分打ち取られるなと思ってたら、フォークボールを最後投げたんですね。ツーボールツーストライクかスリーボールツーストライクだったかな。その時にフォークが抜けてインコースに落ちたんですけど、それをサード線にヒットした時にバッターで1本ヒット打つと、あこの感じかって思い出す時があるんですね。だからこれからちょっとまた戻りそうだなと僕その時は思ったんですけど、そこまで解説喋ったかどうかちょっと覚えてないんですけど、あの今のフォークはちょっと、牧選手にとってはラッキーなボールでしたねっていうようなことを言ったような気がしますけどね、うん、それでなんかちょっと蘇ってしばらくまた打ち始めたので、その後怪我したのか。だからプロ野球っていかにその6ヶ月間、前も言いましたけど、本当にピッチャーもバッターも平均してやっていく人って難しいでしょ。後にあの篠塚さんが来た時に多分やっぱりその首打者を2回も取った人っていうのが多分その平均的に打ってるわけですよね。そういう人っていうのはやっぱり年間通してこう本当に波がなく打つっていう、あるいは波がなく勝ってるっていうのは難しいんですよ。プロ野球って本当にね、あの今7月でしょこれ、いや4月のこと忘れてるでしょ。意外に忘れてるでしょって私が忘れてるから言ってるんだけど、あれどうだったっけって、もう3ヶ月ぐらい前のこと分かんないぐらいですよ。だからそれ6ヶ月やるんですから、プロ野球っていうのはもう体力なかったらダメっていうあのスポーツなんですよね。維持するのが大変なんですよ。
まあ、広島は初め、まあ、1、2を争うところに、はい、カープはあの秋山さん来たので、あの4番が抜けたからっていうことを言ってましたから、その、まあ、4番というタイプじゃなくて3番ぐらいのタイプの選手なんですけど、非常にいい選手なので、彼がやっぱり入ったことによってすごく打撃の層が厚くなっているので、まあ、上位に食らいついてくると思いますね。ちょっと抑えのところがちょっとへばってますけど、見た感じはでも非常にバランスいいチームに今なっているので、もう A クラス争いが必ずすると思いますね、はい、夏場強いですね、そこはね。この先の予想もちょっといただきたくて今テレビと似てるね。テレビもいつもそう言われてたの、この先この先当たってどうするのって言ってたんだけど、まあ、ヤクルトはみんな戻ってくるでしょうから、このまま、まあ、1位でゴールインしそうな感じはしますね。今の投手陣、それからバッター見てもあのいけると思いますね。問題は2位3位ですけど、まあ、DeNA と広島かな、そこに阪神がどのぐらいくっついてくるかっていうところだと思いますね。ジャイアンツはやっぱり岡本選手がどのいつ戻ってくるかですね、これによって全然変わってくると思います。戻れないとちょっとやっぱり戻ってくるのは難しい。あ、岡本です、うん、あの坂本です。坂本選手がいつ戻ってくるかな、戻ってこれしばらくかかるとなると、ちょっと上にこう戻すのはかなりきついと思いますね、はい、という感じです。はい、はい、ありがとうございます。パリーグはですね、うん、初めは楽天が先行して、はい、まあ、ソフトバンクが続いていく形と、ここに来て西武が一気に追い上げてきて、ソフトバンクと今首位を争っていて、楽天は最大の貯金が18あったんですけど、今はほぼなくなってきてはいるんですけど、楽天の落ち方はちょっとびっくりしましたね。あのバランスのいいチームでピッチャーがあれだけいて揃ってて、ただそのバッターが左バッターがすっごい多いんですよ。右バッターは浅村選手だけで、あとほとんど左ですから、だからその左の多いっていうことが、あの左ピッチャーがいい時に、いいピッチャーが当たった時にやっぱ勝てなくなっていくなっていうのがちょっとありますけど、でもそこまで落ちるとはちょっと思いませんでしたね。まあ、ソフトバンクはちょっと故障者が最初からあったので、あの上位にいるけどちょっとなかなか独走っていう感じには思わなかったですね。でオリックスは外国人2人入ったらいけるっていう話だったのが、なかなか活躍できてないので、まあ、上位になかなか来れないっていうところでしょうね。で日本ハムは、まあ、若い人に育ててる時なので、いいゲームも何試合もできている、できてきているなと、これから先面白いなっていう、まあ、今年じゃなくてですね、いう感じが思いますね。で西武がこの上に上がってたのはすごいなと思いますね。なんでこう上がってきたのかっていうと、投手力がないっていう感じで分析してたんですけど、新人が何人も割といいピッチングする人が出てきたのかな。で今一番あの僕らが4月予想して何が難しいって、途中から外国人がいっぱい入ってくるようになったの。前はシーズン前に入ってきたそのまんまずっとやってたんだけど、今は途中から取ってくるようになってるから、オールスターまでに取れるんですよ全部。それまではいいんでしょ。だからそれがもうどん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 入ってくるから、その4月に予想した戦力じゃないんですよね。だからすごく難しいのは、新しい戦力がどのぐらい来るか、活躍するか分かんないから、ものすごく難しいですね。ロッテはだからその佐々木君が少し間隔が空いちゃうのでね、あの少しそのローテーションに入れて投げられるかなと思ったんですけど、ちょっとローテーションの間が長いので得点も少し少ないかな、イメージとしては。だから去年ほどこう上にグッと上がってこ、まあ、来てないですよね。だから点数が取れないでこう接戦で負けるっていうゲームが少し多いようなイメージでいますけどね。まあ、これも難しいっていう話なんですけど、なんとか先読みを今後の、僕楽天はまた盛り返すような気がしますけどね。全員が力のある選手が多いので盛り返すような気がしますし、ソフトバンクも固定されてるわけじゃなくて、あのそれから育成とかなんかからいい調子のいい選手を入れながらなんとか頑張ってるっていうところですから、ここも決め手がないし、から西武もピッチャー陣がいいのかっていうと、それほど中心になって何人かいるわけじゃないので、ここも分かりませんから、オリックスまでちょっと日本ハムはもう来年再来年に楽しみを取っておいて、オリックスまで分かんないと思ってますけど、優勝はまだまだ、もう二原もそれ以上あると思ってますけどね。パシフィックの方はまだ逆転こう順位変わると思います。混戦になる予想と思います、はい。今あのセ・リーグ、パ・リーグともにあの試合数という観点で
約10試合の差が今ありますと現時点で、はい、でパ・リーグも大体7、8試合くらいその一番消化しているチームと差があります。クライマックスをそのかけてくる時になった時にこの残試合数というのがそれぞれどういう影響を及ぼしてくるのか。通常考えられるのは順位がある程度クライマックスがあるんで最後まで頑張るんですけど、もうクライマックスに行けないっていう感じのチームは完全に来年どういう選手を育てるかって考え始めますから、そこのところと当たるどこがなるか分かりませんけど、中日は今のところセ・リーグは最下位ですね。パ・リーグは日本ハムですよね。両チームとももしクライマックスはもうないという状況になって9月ぐらいになってなくなったら、来年どういう選手をどう育てるかっていうのになりますから、そことその試合が残ってるところが当然有利になるということになりますよね。そこは何試合残るかわからないので、これから多分台風も来るし、どうしてそういうことが起こってるかというと、やっぱりドームでやってるところは中止はないので、基本的には台風で中止になったことありますけど、まあないという考え方からすると DeNA なんかは外ですし、それから広島も外だし、そういうチームはどうしても残ってしまうんですよ昔からね。だから僕らはやっぱり最終ゲームも広島が多かったんですよ。最後雨でどうしても流れることがあるから、だからそういうところがどうしても試合数として残ってしまうので、だからドーム球場のところはどうしても消化が早くなるんですよ。だから逆にそういうところは勝っておかないと、クライマックスいけないチームはもう来年のことを始めるから、そういう若手が投げてきたりするってことは来年のためにやるわけですからね、もうないんですからね。そういうところと残り試合が多いところが絶対有利になってしまうと思うので、やっぱり消化してないところはどっちかっていうと有利っていうふうに考えた方がいいんじゃないですかね。だからジャイアンツは非常に厳しいと思いますね。先に勝っとかないと、このままいったら消化していっちゃうでしょうからと思いますね。これ今日順位の話ですよね。前半戦の振り返りと後半の予想ですね。だからこれを考えて、どういうふうにこれからやっていくかっていうのは、そのいろんなことを考えながら危機管理とかいろんなことがまあ大事になってくるっていうことを、皆さんの仕事というを控えると、まあ保険をかけるっていうことになるんでしょうね。だから保険の外交をやってる方っていうところの共通点もあったりするのかなと思ったりするんですけど、まあ保険の外交というのも非常にこう人との接し方とかも大事でしょうし、まあいろんな大変なこともあると思いますけども、やはりこの高さりチャンネル見ていただいて、参考になったなっていう、これもなんかお話の時に使えるかななんて思っていただくとすごくありがたいなと思っておりますが、保険の外交員の方はぜひですね、登録皆さんに家庭の訪問したら高さで押してあげてっていうふうに言っていただくと大変ありがたいので、登録の方皆さんに進めていただくとありがたいです。よろしくお願いいたします。